iPod Touch のファームウェアをアップデートしたので見てみたいと思います。まずこの画面の位置が変えられます。アイコンを変える場合はですね、数秒ここにタッチすると全体がプル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 動きます。これは可愛いですよね。そして動いてる間にこのように位置を変えることで、自分の好きな位置にアイコンを持っていきます。そしてこの下の部分も当然変えられます。外に出してカレンダーを入れたり、音楽を出して計算機を入れたりすることができます。そして、これは隣の画面に持っていくこともできます。このように、隣の画面に持っていくことができます。ホームを押すとフィックスされます。そして、このようにホーム画面が増えるという形になります。それでは早速新しい機能を見てみたいと思います。まずマップ機能です。マップをタップするとこのように最後に見た画面が出てきます。そして、このようにピンチで縮尺を変えることができます。このように大きくできます。そして、この右下の部分を押すとですね、例えばマップだけに切り替えることができます。マップと航空写真のみ、そして航空写真とマップのレイヤー、そういった3種類が選べます。そして経路の検索ですけれども、すでに検索した事柄があればこのように、履歴で出てきます。例えば私はブックマークで自分の場所を入れてありますけれども、暇な犬というのを入れるとこのようにピンが後から刺さって、その場所が出てきます。この GPS の部分というのはうまく使えないようです。日本だとまだ GPS による GPS というか Wi-Fi の位置による位置情報の検索が対応してないようです。これはちゃんとねアナウンスしてほしいですよね。ではマップの次に天気を見てみたいと思います。天気ニューヨーク1週間の状況が出てます。これはヤフーから引っ張ってるようですが、場所を追加するにはこのインフォメーションボタンを押すとここにプラスが出ますので、ここで東京を追加します。サーチをすると場所のサーチが出ます。これをクリックすると東京が出ます。そして見てみますと東京が出ます。これはブラウザーと同じようにこのようにページがめくれます。どん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 都市が増やせるようです。なかなか可愛いデザインです。次に株価を見てみたいと思います。株価はこのようにデフォルトではアップルやグーグルやフーなどが入っています。アップルを選んでデータを見てみると、デフォルトでは 3ヶ月ですか、それが1ヶ月に切り替えたり1週間に切り替えたりで、その度ごとにデータを取って最新の情報を更新してきます。そしてこれも例えばソニーに興味があるという場合にソニーはこのように検索をすることができます。ただどうもこの東京の取引がないような感じがするんですけれども、例えばこれでソニーを追加しましたので見てみるとここにソニーが出てきます。このようにデータがすぐ表示されます。これが株価です。メールを見てみたいと思います。これは Gmail と連携させています。Yahoo やその他ポップアカウントも自由に設定することができます。今僕の場合200件の最新情報をダウンロードできるようにしてあるので、こうやってアクセスするたびに呼びますので若干時間がかかるようです。時間かかるのでここは省略します。ですね、今こう書いてありますね。ここに何件今取得したかが出てきます。そしてメモというのをタップします。メモはですねプラスしてページが1ページずつ新しくなります。これはテストとしておきます。そうするとメモという画面にこのようにリストが出ます。でここはですね更新された順に並ぶようです。例えばこのブログネタ集という一番最後に書いたネタ帳に何か文章を追加するとします。仮に、そして完了してメモに戻るとブログネタというのが一番上に上がるようになります。ここは順番が更新された順番になるようです。このように新しい機能が4つ追加されたのが今回の iPod Touch です。
なかなかいろいろと PDA に近づいていって、面白いことになってきました。以上、暇なりの河合がお伝えしました。